間に、目地として埋め込まれたモルタル目地とは、建築物や土木構造物において、少し間隔を空けた、部材間の隙間、継ぎ目の部分。特に、礎石ミスる石、レンガ、コンクリートブロックの継ぎ目、あるいは仕上げに貼るタイルの継ぎ目を指す。目地に充填される、建築材料のことを、目地材、目地材、または単に、目地とも言う。本来は、 祖先づくりにおける石積みやレンガ積みの部材の接合部を意味する。同様に部材を組み合わせる場合でも木や瓦等の場合は用いない。木同士の場合基本的に隙間はなく瓦の場合隙間が大きすぎるからだと考えられる。このようにある範囲の寸法の隙間が生じる場合目地と呼ばれている。目地には何かが充填される場合と空撃のままの場合がある。 目地は、保形か平らが多いが、デメ地と呼ばれる、突形の目地もある。目地は、機能的意味合いのみでなく、衣装的にも意味を持つ。どの位置に目地を設けるかという、目地ありは重要な設計行為である。日本の古い城郭、寺院等の石垣の表面は、基本的に石のみによって構成され、目地は、隙間のままであることが多い。 城壁のような場合、レンガ等で構造体を作り、漆喰で仕上げをする。この場合のレンガの目地は充填されるが、仕上げで隠れて見えない。日本の伝統的建築物にはそれ以外の目地らしい、ものは見当たらない。西洋の礎石作り建築の場合、基本的に目地は、モルタルなどで充填される。これは、建築物の外壁を、石やレンガの礎石作りとしたため、 風雨が建築物に侵入しないようにするための措置である。アジアにも礎石作りの建築物は多数あるが、目地に関しては詳細不明。南アメリカのインカ帝国の石積みの技術は極めて優秀であり、石の間にほとんど隙間がなかったという。目地に関しては外装と内装とで意味合いが異なってくる。カーテンウォールの場合シーリングを用いず、 合成樹脂のガスケットを用いるやり方もあるが、この規模ではもはや、メジとは呼ばない。AB 現場技術者が教える、思考の本、仕上げ編、P80 によくわかるコンクリート建物のひび割れ著者、岡田鉄 P60。ありがとうございます。